安倍中優8月1日から1942年2月5日は、日本の内海、医学博士、秋田県北秋田郡アニマ田村出身。医師、安倍昭安の長男として生まれる。秋田尋常中学校、第四高等学校を出た後、1902年京都、帝国大学医科大学を卒業。そのまま大学院で学び、同大学助手、助教授を務めた。 京都市衛生日誌を経て1909年には、満州に渡り南満州鉄道委員長に就任。数々の論文を表し、1910年医学博士の学位を得、1911年南蛮医学道教授となる。1912年から1914年まで、アメリカ、イギリス、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、スイス、イタリア、 オーストリア等の欧米諸国に留学し、医療、衛生事情を巡察。特に、ドイツにおいては、ベルリン医科大学第三内科教室に1年余りの間留学し、脳脊髄病の研究を行った。1914年に帰朝すると、郷里の秋田県へ戻り、秋田市西根小屋町に、秋田県初の医学博士として、内科医院を開業した。大正から昭和にかけて、 母校秋田中学校の行為も務め、また、秋田県体育協会発足時には会長に就任するなど、体育、社会教育にも尽力し、1916年教育功労者として秋田県知事より表彰された。ありがとうございます。